はい、ということでですね、1日、おきし漬けをしてですね、乾かした状態になっておりまして、もうだいぶ乾いてきてですね、表面もこんな感じになってきたはいるんですけども、やはりカビのですね、斑点みたいなのがすごいまだたくさん出てるんですけども、これはですね、やっぱりしっかりとは取れなかったんですけど、表面のですね、やっぱ青カビだったりですね、あと匂いですね、なんかちょっとこう酸っぱい匂いがしてたんですよ。よくありがちなですね、匂いがまず取れたというのと、表面の青カビが取れたんで、まあこれぐらいの斑点はですね、まあちょっと目をつぶってですね、今からちょっとクリームをですね塗ってですね、栄養をですねどんどん中に入れていきたいと思います。はい、それでですね、だいぶクリームまで終わったらですね、ほとんども履けるような感じになるのかなと思いますので、まずは通常通りですね、クリームを今から入れてですね、お手入れしていきたいと思います。はい、まずはいつも通りリムーバーでですね、表面の、汚れを落としていきます。昨日おきし漬けしてるんで、そこまでも汚れという汚れはほとんどないんですけど、一応これでですね、念のためこれで最後取ってから栄養剤を入れていきたいと思います。もう見ていただいた通り、全然汚れがもうほとんど取れないですね。はい、見事に汚れが取れないですね。やっぱりおきし漬けですごいやっぱり汚れが取れてるんで、ほとんどもう汚れと汚れはもう布にもつかないぐらい完成度が高い状態になっているということですね。もう本当汚れ全部全然汚れないんで、もうここはもうちょっと割愛しますね。ざっとにします。はい、でですね、もうほとんどもう皮のですね、乾燥がすごい、もともと結構すごくてですね、かなり乾燥が進んでましたんで、ちょっと油分多めのですね、こちらモーブレのシュークリームを、今から入れていきたいと思います。はい、ではですね、10分経ちましたのでですね、これから豚毛ブラシを使ってですね、中にさらに栄養を塗り込むの作業と、あとちょっとこう塗りすぎてしまっているムラがある部分をですね、しっかり伸ばしていきたいと思います。はい、とりあえず豚毛ブラシ今回これで終わりましたので、はい、で次これをですね、栄養剤塗り終わりましたらですね、かなりこのカビのですね、この斑点がまだすごい残っていたりだとか、あとこの辺ちょっと色ムラが出てしまっておりますので、このですね、補色クリームを使ってですね、栄養艶出し補色っていうですね、3つのですね、兼ね揃えてますので、これで今からちょっと塗ってですね、全体的にこうムラがないような配色、そしてちょっとまだ栄養が足りてない部分もあると思いますので、その辺をちょっと今からやっていきたいと思います。で、今回はですね、ちょっとブラシを使ってですね、ちょっとかなり塗り込んでいかないといけないっていうのもあるので、この補色に関してはちょっとこのブラシをですね使っていきたいと思います。通常のクリームつける量なんですけど、だいたい米粒 2,3 粒って言われてるんですけど、これ
タイトルにもありますように、10年ですね、ちょっとほったらかしにしてしまったということで、非常にちょっと、栄養が足りていない部分が多いので、ちょっと今回多めにつけていっております。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。だいぶ一部最初見ていただいたですね、反転があった時のと比べますと、あまりこう目立たなくなってきてるのってお分かりになりますかね。はい、こんな感じですね。まあ今からですね、ちょっとこう一度今やっただけなので、二度三度とちょっと重ね塗りをでしてですね、さらに潤いを出してですね、あとこの表面のですね、反転をですね、目立たないようにしていきたいと思いますので、ひとまずちょっと一旦乾かしますので、10分ぐらいちょっと時間空けますので、しばらくお待ちを。はい。でですね、今、今10分経ちましたんでですね、2回目ですね、重ね塗りしていきたいと思うんですけど、もう今、室内で今実はやってまして、隣でですね、扇風機を回しながらですね、ちょっと皮をですね、早くこう、クリームを乾かすようためにですね、ちょっとこう扇風機を使い、風を使いながら、早めに乾かすようにはして、ちょっと時短をですね、しております。はい。じゃあ次、2回目いきたいと思います。本来ですね、実は下にマスキングテープとか貼った方が、ソールにですね、色が映らなくていいんですけど、私ちょっと今日はもうそのまま行きたいと思います。はい、ということで2回目ですね、終わりましたけども、もうほとんどですね、すごく気に反転が気にならなくなりましたよね。こんな感じでですね、従来の姿をですね、どんどん取り戻しているというような感じなんですけども、あとそうですね、もう一回塗ろうかなと思っていたんですけども、もう結構いい感じにできておりますので、とりあえず2回塗ったので、今回はちょっと終わりにしてですね、3回目は塗らないようにしますので、とりあえずこれからもうあと乾かしてですね、これ完成ということなんで、あとちょっと紐だけ通して終わりたいと思いますので、しばらくお待ちください。
もうこちら紐なんですけども、今これもですね、実は、あのブーツと一緒にオキシウォッシュ付けをしてですね、オキシ付けをして中に一緒に入れてですね、そう最後ちょっとすすいで乾かしたんですけども、どうですかね、やっぱちょっとあの気持ちですね、綺麗にはなってるのかなと思います。よく見るとまだ黒いのが少し残ってたりはするんですけども、全然あのなんか最初見た時より綺麗になってるなというふうな感じなので、中に一緒に入れてですね、こう。洗ってもいいか、紐も一緒に洗ってもいいんだなっていうのに初めてちょっと分かりましたね。私ちょっと今までやったことなかったので試しにちょっとやってみてですね、ダメだったらもう紐ごと買ってやろうかなと思ったんですけど、十分これで使えそうなんで、今回これまた、これをつけていきたいと思います。はい、で、乾かしてる間にですね、こちらのあの、ブーツのこのハトメの部分っていうんですかね、この部分ちょっと今色がついてしまったので、この部分も本当はちょっとこのマスキングテープかなんかで上貼っておく、のがベストなんですけど、貼ってしまうとちょっと細かい部分が逆に私から言わせてもらうと作業ができなくなってしまうので、こういったまあ綿棒でですね、ちょっとこう取っていきたいと思いますね。はい。でですね、今、ちょっとまあ、靴をですね、乾かしてるんですけども、ちょっと扇風機で横からこう、風当てながらですね、乾かしてるんですけども、ちょっと今から、このブーツをですね、10年間も放置してしまって、では、このブーツとの出会いとかですね、ちょっとその辺をですね、お話し聞けたらと思うんですけども、実はですね、私この、まあ、これモダンワークさんっていうようなブランドなんですけど、私ちょっとその時、まあ、ブランドは特に意識せずにですね、購入したんですけども、このブーツがですね、まあ、とあるですね、ショップのビーバーというですね、結構面白いですね、アウトドア系のショップなんですかね、まあ、いろんなですね、商品を扱ってる、ショップがあるんですけども、そちらでですね、大体その時東京のですね、あれはもうどこでした？渋谷だったと思うんですけども、だって4万4000円とかですね、それぐらい4万円超えるぐらいの値段で購入したんですよ。で、確か、本当初任給ですね、一番最初私がですね、すごく、転勤がすごい多い会社だったので、一番初めに配属されたのが、千葉のですね、支店にですね、私が配属されたんですね、その時です。私の方はちょっと営業関係の仕事をしてたんですけど、で、その時に東京にですね、出てですね、ちょっとこういった面白いお店があって、このブーツがいいっていう風に知人にも勧められたというのもありましてですね、中のソールもビブラム製法ですし、アメリカ製ですから、すごく物もいいということでですね、まあ、それだけの理由でちょっとこのブーツを購入したんですけど、すごく転勤が先ほどもお話ししたように多くてですね、で転勤が多いので、なかなかこうブーツ何足もですね、ちょっと一緒に移動できないっていうのもあったんですよ。で、とにかく、まあ何足かある中で、ちょっとどの、10足くらい持ってたんで、まあそのうちのほとんどをですね、ちょっと諦めて実家に置いておかないといけないっていう、ね、そういった状況になりまして、で、どれを置いていくかという時に、ちょっとこのブーツをですね、置いていたんですけど、でもそうですね、6年ぐらいして、こちらの地元、私の方の実家の方に帰ってきたんですけど、完全にですね、本当に申し訳ないことにブーツの存在を忘れてしまっていて、親がですね、ちょっと奥の方のですね、靴箱にですね、ちょっと奥の方にしまってしまって、そのままもう放置してしまってたということで、で、すごく湿気も多い場所だったので、カビがすごく生えていて、一回確か数年前に見た時にもうこれカビだらけなんで、ちょっともう処分しないといけないかもしれないなんて思ってたんですよ。で、そんな中ですね、まあ今ようやくちょっと時間もできて、ブーツのちょっと磨き方の勉強などもいろいろしてきておりましたので、ちょっとせっかくなんでこんな磨きがいのある靴ないなっていうのと、あともう本当に初任給で買った思い出の靴というのもあったので、ちょっと今回ピカピカにしようと思ってですね、そういった経緯がありまして、今回この靴をですね、磨かせていただいているっていうような、そういった話もありました。すいません、ちょっとどうでもいいようなお話だったかもしれないんですけど、すごく思い出深い靴だったので、ちょっと今回心を込め、丹精込めてですね、ちょっと磨いていき、最後まで磨いていきたいと思います。はい、ということでですね、2回目はですね、ちょっと長めにですね、乾かさせていただきましたので、ちょっと2回、重ね塗りしてるっていうこともありましたので、ちょっと
乾いてないところとかですね、乾きにくい場所があってもいけませんので、ちょっと多めに今回は乾かさせていただいております。はい、でですね、再利用の工程としまして、こちらのあの豚毛ブラシを使ってですね、塗りムラの部分であったりとか、あと最後まであのクリームを中に振動させていくっていう作業をして、まあ、あとこれでも終了ということでさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、この最後の最終工程の豚毛ブラシをすることによって非常にこう光沢感が出てですね、すごく綺麗に最後仕上がったのではないでしょうか。はい、ではですね、最後紐を通してですね終わりたいと思います。はい、ということで完成ですね。